皆さん、こんにちは。バンコク在住、ワンルームマンション大家、略してバンザイ大家です。今日の動画は、バンコクの台所と呼ばれている生鮮市場、クロントイ市場で、激安で超完熟のパイナップルを買うです。中古バイク屋さんに寄り道してみました。この辺りでは格安なお店です。2万バーツ以下のバイクがありますが、程度はそれなりですね。それではクロントイ市場に行って、久しぶりにパイナップルを買いましょう。タイではパイナップルのことを、サッカロットと言います。この言葉はすぐ覚えました。北海道のパイナップル、札幌、いや、サッカロット。クロントイ市場に到着です。早速中に入ってみましょう。この辺りは、匂いがとってもきついです。だけど、通りが狭いので、早く通り抜けられません。お目当てのお店にやってきました。いつもたくさん置いてある、
パイナップルがありません。旬じゃないのかな。このお店はパイナップルの頭とお尻に葉っぱと茎がついています。店員さんに茎を切ってくださいとお願いすると手でポキリと折ってくれました。そうでした、簡単に取れるのでした。カゴの中にはまだ青いパイナップルもいくつかありますが、それもしっかり完熟しています。黄色のものは、中がリンゴの蜜のように、色が変わっているところがあったりして、幾分古くなっているもののようです。これはパイナップルの、品種の違いによって違うのでしょうか。それでは、帰ることにします。今回は、パイナップルだけを買いましたが、この市場はいろいろな野菜やお肉を扱っているお店がまだまだたくさんあります。かなり大きな市場なのです。そこに大勢の人が仕入れにやってきます。市場の裏手には美味しい火鍋やタイそばなどのお店もいくつかあります。タイの果物はほとんどのものがとっても甘いです。日本の果物のような控えめな甘さではなく、かなり濃厚な甘さなのです。スイカや今買ってきたパイナップルが特にそうで、中でもパイナップルは水分がとても多く、かなりの甘さです。缶詰の中に入っているシロップを中に加えてあるのではないかと思ってしまうぐらいです。それに香りも良く、自然の甘さなのでいいと思います。いただくと、果汁が滴り落ちてきます。あまりにも美味しいので、日本に帰る時に、何度もお土産にしました。日本でいただくパイナップルは、フィリピン産のものが多く、タイのパイナップルは珍しいと思います。そして、これほど糖度の高いパイナップルは、
あまりなかったと思います。飛行機に乗るときに、ほとんどの果物が持ち込みを禁止されている中、パイナップルは機内持ち込みができたのですが、少し前に、そのパイナップルもとうとう持ち込み禁止になりました。荷物が重くなりますが、とってもいいお土産だったので、残念です。それよりも今は、人間そのものが動けなくなっています。とっても残念です。久しぶりになったタイのパイナップル、家に帰ったら冷蔵庫で冷やしてからカットしていただくつもりです。今回のパイナップルはどんな甘さかな。買ってきたパイナップルをカットしましょう。中には芯までいただけるものもあるのですが、これはどうかな。甘いけど硬い芯だったので切り落としました。量が多すぎて一度に全部はいただけないので、すぐ食べられるようにして冷蔵庫に保管しました。今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。